うも、ゆーちゃんねーのゆーです。本日は年明け一発目のクレーンゲーム実施になります。なのでですね、お正月設定、こちらの方はどうなっとるかなっていうところで、ちょっとね、実践の方していきたいと思います。結構ですね、景品とかいろいろ取っていきたいと思いますので、最後までご視聴していただければ幸いでございます。そしたらですね、実践の方をスタートしていきたいと思います。はい、そしたらまずですね、ヌードルストッパーフィギュア、格好のいざ付け、こちらの方からやっていきたいと思います。まあ、ヌーストなんでね、手前からやっていこうかなと思ってます。おー、いい動きですね。まあ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 、この感じ。奥側ですね、右爪で左にパターンしていったらいけると思います。まあ簡単に言えば軽いんで。おー、来たねー。あとはもう押していって完了ですね。これで押していって終了っす。戻るなよ、戻るなよ、戻るなよ。よし、よし、よし、オッケー、オッケー、オッケー、3手ですね。そしてですね、こちらのヌードルストッパーフィギュア、格好の稲漬け、天野エリカ、こちらの方、ゲットです。それでは次ですね、いきたいと思います。はい、それでは次ですね、呪術廻戦からコンビネーションバトル、伏黒恵み、こちらの方ですね、やっていきたいと思います。まあ、こちらも手前からやっていきますね。おー、まあ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 、こちらの方は、奥側がちょっと重たいかなって感じするんですけど、まあまあ右爪でですね、はめていくような形で持っていきますね。さあ持っていけ。うわー、マジか、横。まあでも、下角を取っていけばいけるとは思うんで、左爪、下角ですね。ここを取っていこう。おっと、いいんじゃね、いいんじゃね、いいんじゃね。おっしー。そしたらもう一発ですね、角取っていくような形で。これでどうなるかですけど。よし、いいんじゃね、いいんじゃね。あんまり変わらんな。そしたら逆に一回バウンドさせるような感じで、奥側両爪で。これでうまいことバウンドできればいいんですけど。あー、ダメやな。そうすると、一回角度つけていく形で、左爪寄りで、ここで上げていこうか、ちょっと。手前側ね。よしよし、いい感じには開いたんで、これで、ずり上げできるような方向に持っていきたいんで、もう一回左爪寄りで、もうちょい上げていきたい。あんまり動きがないんで、そしたらこれは、右角の手前、こちらの方を狙っていって、もうちょっとですね、沈めていくような形で持っていくか。これでワンチャン沈んでくれればいいんですけど、おー、よいよい、よい。えぐいな。このパワーがすごいですね。まあ、こういう形だったんで、奥側ですね、左爪で横にパターンしていくような形で。これで、よしよしよし、いい感じ、いい感じ。そしたらこれは、ずり上げにはかからんと思うんで、普通に逆縦はめに方向で持っていきますか。これで何とかしていけると思うんですけど、よし、よし、よし、オッケー。いやいやいや、いいですね。そしたらですね、コンビネーションバトル、こちらの伏黒恵み、こちらのゲットです。そしたら次ですね、少ない方をやっていきたいと思います。はい、そしたら次ですね、コンビネーションバトル、少ないの方ですね、こちらの方やっていきたいと思います。こちらもね、手前から狙っていきたいと思いますね。おー、この形になったんで、とりあえずですね、一回突き回していけるかどうか。奥ですね、左奥。角を押して、あー、ちょっと振動で止まりますね。なんでこれは、奥ギリギリ左爪になって、横にスコーンっていかんかなっていう考えなんですけど、どうでしょうか。あー、ですよね。なんでこれはもう一回はめていくような形で、逆立てはめにね。まあ、さっきのね、伏黒恵みと一緒のような感じで持っていければいいんですけど。いけ!うおー!今行ったと思いますね。そしたらこれもうほぼかかりないんで、スライドで持っていきます。まあ、あとミニなんでいけると思います。よし!よし!よし、オッケー!いいですね。ちょっと動き、エグかったですね、今。そしてですね、呪術廻戦コンビネーションバトル、スクナ、こちらの方、ゲットです。
はい、それでは次ですね、かぐや様は小倉祭、早川愛、こちらの雰囲気をやっていきたいと思います。こちらまあ手前からやっていこうかなと思うんで、うおーこれですかまあ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 一回復帰させるような形で、まあ横に持っていこうかなと思いますね。これもなんで角を取ればいいと思うんですけど、まず横に、よしよしよし、正直これあとこれ角取ればいけると思うんで、角を狙っていきますね。いい感じで取ったんじゃない、いけ、おーし、よしよし、次これもう一回一緒のような感じで角取ればいけると思うんで、もう一丁角取りでいけんちゃういけんちゃう、よしよしよし、オッケー、いいですね、設定いいねそしてですね、かぐや様は小倉世帯、早坂愛、こちらのフィギュアゲットです。はい、それでは次ですね、お菓子の方もやっていきたいと思いますね。チョコアンパン、こちらの方ですね、やっていきますね。まあ正直真ん中持ちしたら正解やと思うんですよね。正直バランスキャッチしたらワンチャンいける可能性あるんで、おお、来た来た来た、いけよ、ワンチャン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 、よしよしよし、オッケー、いやいやいや、いって、いやいや、これはお得ですね。そしたらですね、チョコアンパン、こちらの方ゲットです。いや、お得っすねはい、そしたら次ですね、これで最後にしますね。初音ミク抹茶パフェ、こちらのフィギュアですね、やっていきたいと思います。まあこれ一旦置くからですね、やっていきますね。縦はめというかずり上げで持っていきたいですね、今回これ。あー、まあまあまあ上がるだけなんで、一回寄せていく形で持っていきますね。左爪寄りで、これで一回振っていくような形で、どこまで振っていけるかですけど、あー、これやと横はめに持ってった方が端の幅も広いんで、横に持っていくような形で持っていきます。おー、そうなりますか。そしたらこれワンチャン横にパターンですね。横にパターンしていって左なんですけど、ちょっとね狭いでどうなんかなって寄りすぎるんで、一回やってみる形でいきますね。持っていけ、よしよしよし、いい形になったけど、ちょっと左に寄りすぎとるんで、ちょっとですね厳しいんで、ずり上げは左爪で横にしていこう、でずり上げで持っていくような形で、よしよし、いいね、いいね、これでもうほぼずり上げで持っていけると思うんで、手前側ですね、角持ちからのずり上げ、これでワンチャンいけ、あー、そうですか。そうしたらもうちょい奥ですね、結構奥でも良さそうな気がするんで、奥側ずり上げで、いいところよ、いいところよ、入っとるよ、入っとる、よし、よし、オッケー、いいね、よかったよかった、あの位置からでもね結構いけるっすね。そしたらですね、初音ミク抹茶パフェ、こちらのフィギュアゲットです。はい、そしたらですね、本日はいろいろね景品取っていったんですけど、やっぱりね正月でもやっぱパワーは変わりませんね。でやっぱり設定としても結構取りやすいのかなっていう感じな設定してありましたね。そしたらですね、こちらの取ったフィギュア、うちに帰って開封の方ですね、していきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、それでうちに帰ってきました。今回ですね、5つフィギュアがあるので、ちょっとね時間的にもちょっと長くなりそうなので、まずですね、すべて上の方だけね開封していって、いつも通りですね中身の方確認していきたいと思います。そしたらですね、上の方開封していきたいと思います。はい、そうですね、上の方開封していったんで、まずですね、格好の稲付け、ヌーストからですね、まず見ていきますね。いやー、こんな感じでね、入っておりますね。まあ、いつも通りですね、箱裏って感じですね。そしたら次ですね、呪術回戦。こちらはですね、前回と同様にですね、直入れっていう風になってますね。で、次ですね、伏黒君。こちらもね、一緒のような感じですね。まあまあ、そうでしょうね。
さあ次ですね、かぐや様を告らす対早坂愛ですね、こちらの方。まあこちらのシリーズはですね、手前側に入ってること多いんで、まあ箱表って言ったらいいですかね。で次で最後ですね、初音ミクの抹茶パフェ、こちらの方ですね。こちらの方はがっつりしたっすね。まあ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 、そしたらですね、こちらのね5体ですね、一旦ですね出していきたいと思いますね。そしたらまずですね、ヌードルストッパーフィギュア格好の言い名付け、こちらの方からですね出していきたいと思います。はい、そしたらですね、こちらの方出していきました。いやいやいや、これクオリティ良くないですか、めちゃくちゃなんかすごいいいんですけど。まあね、こちらのかっこいい言い名付けもね、アニメ見れてないんで早く見たいんですけどね。そしたら次、スクナの方を出していきます。はい、スクナの方ですね、出していきました。いやいや、この狂気的な感じいいですよね。いやいや、めちゃくちゃいい。まあね、ここのね、シーンに関しましては、アニメのね、だいぶね、早い段階のシーンになるんでね。まあ前回のとね、ちょっと違うんですけど、やっぱいいっすよね。さあ次ですね、土黒めぐみ出していきます。はい、伏黒めぐみですね、出していきました。いやー、こちらに関しても結構いいっすね。ただ、めぐみに関しましては、ちょっとね、クオリティなんかね、っていう感じするんですよね。さあ次ですね、かぐや様はこくらさい、早坂愛、こちらの方ですね出していきます。はい、出していきました。いやいや、ちょっとね車で撮るんで、ちょっとね出してからのお楽しみにはなるんですけども、まあこのシリーズね、クオリティね結構ねめちゃくちゃいいんで、めちゃくちゃっていうか結構いいですよね。まあ五等分の花嫁とかね、こういう感じで撮ったんですけど、めっちゃいいんですよ。そしたら次ですね、初音ミク、こちらの方を出していきたいと思います。はい、初音ミクの方で出していきました。こちらもね、ちょっと車で撮るんで出してからになるんですけど、で台座の方がね中にはあったんですけども、こちらの方台座ですね、まあ、こちらに関してはちょっとね、あんまり見やん形の台座なんですけど、多分ですね抹茶パフェなんで、そういうねパフェ的な感じのお皿になるのかなって感じですね、台座もね。そしたらですね、こちら5体組み立ての方していきたいと思います。こちら5体組み立ての方完了いたしました。いやいやいや、今回のフィギュアもめちゃくちゃいいですね。そしたらですね、今回獲得したフィギュアはこちらになります。いやー、いいですね。そしたらまずですね、格好のいい名付け、こちらの方からね見ていきたいと思いますね。いやー、やっぱクオリティいいっすよね、今回のこのヌーストね。いやいやいや、そしたら次ですね、コンビネーションバトル呪術回戦、伏黒めぐみ、そしてスクナですね、こちらの方。こちらの方はね、前回撮ったやつとね、並べてね、飾っていきたいと思いますね。いやー、いいっすね。で、次ですね、かぐや様は小倉さん、早坂愛ですね、こちらの方。いやー、やっぱいいっすね。早く見たいなって感じなんですけど。で、次、最後ですね、初音ミク、パフェですね、抹茶パフェ。いやいやいや、これクオリティめっちゃ良くないですか？めちゃくちゃいいんですけどね。いや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 、今回もいいっすね。といったところですね、本日の動画、これで終了したいと思います。少しでもよかったら、チャンネル登録、高評価、通知、コメント、よろしくお願いいたします。